東北地方太平洋沖地震復興支援チャリティーマッチ頑張ろう日本は東北地方太平洋沖地震を受けて開催されたサッカーの事前試合である2011年3月11日に太平洋沿岸部で発生した東北地方太平洋沖地震により3月25日及び29日に予定されていたキリンチャレンジカップモンテネグロ戦 ニュージーランド戦に試合の開催が危ぶまれることになった。日本サッカー協会は地震発生後も両国との試合開催に意欲を見せていたが、被災状況の深刻化からモンテネグロ戦を中止し、3月16日にキリンチャレンジカップの開催を断念。ニュージーランドとはチャリティーマッチでの試合開催を協議するも、福島第一原子力発電所事故の影響から、 訪日を拒否されたため国内で対戦相手を確保する必要に迫られた。また、試合会場に国立競技場を予定していたが東京電力管轄エリアであり、地震に伴う計画停電の実施など節電が求められていることから余震や交通機関、電力不足の影響がない大阪府の長いスタジアムへの変更を余儀なくされた。これらの事情があって、 3月17日、日本代表と J リーグ選抜の対戦である、東北地方太平洋沖地震復興支援、チャリティーマッチ頑張ろう日本の開催を発表するに至った。翌3月18日、日本代表召集メンバーを発表。ワールドカップ予選に向けての強化を図る目的もあり、1試合を行うにあたっては、異例とも言える26名を召集。 その中で海外のクラブに所属する選手は12名に上った。当初予定されていた国際 A マッチではないため、招集に強制力がなく18日時点では調整中とされていたが、3月20日になり12名全員の参加が確定した。3月22日には J リーグチーム AS1 の出場メンバーを発表。6クラブから各2名。 8クラブから各1名の計20名となった。選考基準は、2010J リーグアウォーズ優秀選手の選考投票をもとに、チャリティーマッチの趣旨等を鑑みて、選出とされており、優秀選手賞受賞者の29名からすでに、日本代表に選出されている9名を除いた20名の、うち7名が選出され、2010FIFA ワールドカップ、日本代表が8名を占める顔ぶれとなった。 また、前年の最優秀監督賞を受賞した、ドラガンストイコビッチが監督を務めることになった。日本代表は、アジアカップ優勝メンバーが中心となり新システムの3から4から3を採用。一方、J リーグチーム AS1 は 2010FIFA ワールドカップ、日本代表から6名が先発メンバーに名を連ねた。試合開始前に、日本代表、 長谷部誠と J リーグチーム AS1、中澤雄二による選手先生と被災者への鎮魂のスピーチをまたキックオフの前に選手、応援団が一体となって震災被災者への黙祷を行った。また、両チームの選手は腕に黒い模様を巻いて試合に臨んだ。試合は序盤、日本代表が優位にゲームを進めチャンスを作った。前半15分。 本田圭佑が得たフリーキックを遠藤康人がゴール右隅に決め日本代表が先制。遠藤に促された日本代表の選手たちは模章を外し高く掲げることで哀悼の意を捧げた。さらに前半19分、ホンダのスルーパスに抜け出した岡崎慎司が追加点を挙げ日本代表の2点リードで前半を折り返した。 後半に入る両チームともに選手を大幅に入れ替えると、徐々に J リーグチーム AS1 が主導権を掴んでいく。後半37分、川口の上からのロングフィードを田中マルクス・トゥーリオが頭で前線に落とすと、三浦和義がこれに反応。GK との1対1を制して、J リーグチーム AS1 が1点を返した。三浦は自身のゴールパフォーマンスである、 カズダンスでゲームを盛り上げスタンドの興奮は最高潮に達した。試合はこのまま終了し、日本代表が2-1で勝利した。試合終了後、両チームの選手、スタッフ、審判団が、頑張ろう日本。ツーアワーフレンズアラウンドザワールドフォーユア、サポートと書かれたバナーを持って、場内を一周した。日本代表、 VJ リーグチーム AS1 本試合開催による収益は1億1349万8492円。また、3月26日から練習の合間などに行われていた募金活動で2231万7199円、物販の収益で3389万1485円が寄せられ、 合計1億6970万7176円の義援金が集まった。試合の収益のうち5000万円は急遽創設されたサッカーファミリー復興支援金に充てられたため、1億1970万7176円が日本赤十字社に寄付された。ガイナーレトットリブイサンフレッチ広島。 京都産が FCV セレッソ大阪ガンバ大阪 V ビッセル神戸ギラバンツ北九州 V サガントスアビスパ福岡 V サガントスイヒメ FCV ファジアーノ岡山ガエナーレ鳥取トリ V 徳島ボルティス FC 東京 V 松本山が FC 清水エスパルス V ジュビロ岩田サンフレッチ広島 V ビッセル神戸カターレ富山 V アルビレックス新潟有料ジ愛のみ掲載上記以外のクラブも トレーニングマッチの試合会場に募金箱を設置して、来場を呼びかけるなどしている。ありがとうございます。